歩道と欄間のエラン間の海老輪島橋は、愛知県名古屋市西区清須市の庄内川に架かる、愛知県道67号名古屋祖父江線、愛知県道1 9 5号名古屋市宮線の橋で、日本百名橋に選ばれている。今日ある橋は、1956年に愛知県によって架けられた。左岸は、ゲルバー式港桁橋、右岸は、鉄筋コンクリート桁橋になっている。 1966年には両側に歩道が設けられ、その欄干には2種類の二路絵が付けられている。1971年には、国道22号から、愛知県道67号名古屋祖父江線、愛知県道190号名古屋市宮線となっている。1622年、尾張藩主、徳川義直によって、初めて架けられ、川の中島鉄橋を間に、 東の大橋と西の小橋があった。ミノロとして、人々が行き来したことで橋の両側に市場が開かれた。中島には、萩が、堤防には、桜が植えられ、特に日の木材の二橋は、結構の前備、人の目を驚かせりと書かれた。明治時代、小橋は、洪水で流され石橋となった後、コンクリート橋になった。大橋は、農美地震で倒され、 トラス橋になった。そして1956年に一つの橋に改修された。ありがとうございます。